はい、こんにちは。今回はですね、セブンスのコードを解説していきたいと思います。前回までですね、トライアドというですね、3つの音の、コードをやったんですけども、まあ C メジャーだったらとかですよね。こういう感じでですね、数字で7で追加されるコードを今回は解説していきたいと思います。まずですね、こう、ルート音と大文字の M と7、これ C メジャーセブンスと呼びます。雑誌とかでですね、こう大文字の M で書かれていたり、これ三角で書かれたり、これどちらもですね、書き方によって、変わるんですけども、コードの構成音とかものは全く一緒です。書く人によって違うっていうだけです。で、この C メジャーセブンス、どういう音かというと、まずルート音 C と、メジャーサード、5度も普通の5度です。で、ここにですね、メジャーセブンスという音が足されます。メジャーセブンス、どういうことかというと、またですね、数字でちょっとですね、追っていくと1、2、3、4、5、6、7、ここなんですね。ここがですね、7度の音です。ルート音からのですね、ポジションで覚えるとですね、いいと思います。まあルート音がここにあって この位置関係ですかね。はい、こういう位置関係で覚えておくと、結構分かりやすいと思います。ちなみにですね、このセブンスの、半音上がるとまたルート音になりますね。ということですね。で、このメジャーセブンスの音が足される音を足されるコードを、C メジャーセブンスと言います。こういうコードですね。はい、ではですね、次 C マイナーセブンス、これを解説していきたいと思います。まあこういう横棒で書かれる時もあります。どういうものかというと、C マイナー、まずルート音 C と3度がマイナーで、5度で、次7度なんですけども、ここがメジャーセブンスでした。で、今度はですね、マイナーセブンスっていう音になるんですね。マイナーセブンス、どうなるかというと、3度の時と一緒で半音下がります。これがマイナーセブンスっていう音です。ちょうどルート音の下、弦を挟んだ下の位置という感じですね。というわけで、構成音が、ルート、マイナーサード、5度、マイナーセブンスという感じになります。これがですね、C マイナーセブンスというものです。ではここ、C セブンスというのが、もう一つあります。これどういうものかというと、まずルート音 C、メジャーサードです。で、5度で、次の7度がマイナーセブンスになります。ちょうどこれとこれの中間というか、足して2で割ったようなコードですよね。3度がメジャーで、セブンスはマイナーと。これがですね、C セブンスというコードです。もちろんこのまま、ルートを変えればですね、ルートを変えてこうポジションをずらせば、同じようにコードが弾けると思います。まあ例えば A メジャーだったら A メジャーセブンスだったら、ってなるわけですよね。で、G セブンスとかだったらという感じになります。こんな感じで、ルートをずらしてもですね、こうポジションというか位置関係ですよね。ルート音からの位置関係は変わらずにこう、把握できるはずです。こんな感じでですね、セブンスまで、コードを解説してみました。次回はですね、このコードの、見方、まあ、あの理論書とかに載ってるような、コードの、見方というかコード表記の定義みたいなのを解説していきたいと思います。
こんな感じで今回は失礼いたします。